下柱。山本周五郎。茂野という老職を知ってるか茂野。 石沢金之助は筆を止めて、償が木平を見上げた。老職には二人いるが、どうかしたのか年寄りの家老の方だ。ご家老なら兵庫殿だろう。無論知ってるが、それがどうしたこれはつくづく。と言いかけて、木平は石沢の机へ手を振った。もう片付くんじゃないのか そう思っていたところだ。じゃあ、議場室から話そう。と、気平は言った。中の口のところで待ってる。そして、足早にそこを去った。おいぼれの、田舎者のわからず屋のへちゃむくれめ。つ長な平は心の中でそう罵った。中の口を出て、木戸のところまで行っても罵り続け、 石沢が来るまで通りかかる下役の者たちが挨拶をしていくのに、六様威尺も返さず悪口を並べていた。家で一緒に夕食をしていかないか石沢は来るとすぐに言った。金頃現れないので、家の者たちが心配してるぞ。一杯やりたいんだ。歩き出しながら騎兵は言った。 むしゃくしゃしてやりきれねえ。どうしても今日はいっぱいやりてんだ。そんな気持ちで飲んだってうまくないだろう。とにかく、家ちへ行くことにしたらどうだ。迷惑ならここで別れるよ。そろそろ癖が出るな。石沢は頭を振った。そういう約束ではなかったはずだ。あんなクソじじいがいるともお言わなかったぜ。 どこへ行くんだ雪の絵の他にいい場所があったら教えてくれ。と、兵平が言った。落ち着いて飲めるうちといえば、雪の絵がただ一軒。芸者もいないと言うんだから、ひでえ土地だ。そして、吐き出すように付け加えた。俺はまるでペテンにかかったような心持ちだぜ。石沢金之助は黙って歩いていた。 大手門を出て、堀端を右へ行き、黒町から横井工事へ抜けると馬場。その柵に沿った片側並木の道を左に回り、明神の森に突き当たって、門前を右に二丁ほど行くと、大きな池の淵へ出る。雪の井という料理屋は、その地藩にあるのだが、そこへ行くまでずっと、木兵は休みなしに悪口を言い、女中に案内されて座敷へ通ってからも、 まだ下の疲れは見せなかった。その茶屋は池に当面し、左右と後ろに松林がある。二人の通されたのは西の端にある座敷で、日本に縁側があり、庭へ降りる段がついている。そこから池まで約二十尺。向こうに小さな桟橋が出ていて、小舟は二杯繋いであった。 池の対岸は黒々と木の茂った丘で、それは城のある鶴ヶ丘と続いているのだが、その一部に鶴木八万の社殿があり、そこは昔の鳥跡だと言われていた。江戸屋敷に熊兵という庭番のいたことを覚えてるかと、騎兵が急に話を変えて聞いた。右の米紙のところに大きなコブがあったので、コブ兵とも言われた年寄りだ。 神屋敷にか。梅林を置く持っていた。覚えているようでもあるな。酒を早くと、騎兵は女中に言った。魚はいつもの通り、魚伝と塩焼くと味噌ワ漬物をたっぷり頼む。へっ。彼は右の肩をしゃくって唇を曲げた。四万二千石の浄化で、 うまいのは漬物だけだときている。一体この土地の人間には舌というものがあるのかい岡屋という女中は笑いながら、騎兵に向かって舌を出してみせた。ごめんなさい。と、岡屋は言った。この土地ではこれをたと言いますけれど、お江戸では何と言いますかしら自他と言うんだ。騎兵は膝を打った。 そんなものはしまって、早く酒を持ってこい。岡屋は殴る真似をして立っていった。悪い癖だ。と、石沢が穏やかに言った。こういうところへ来ると、まるで魚が水へ帰ったようになる。まず酔わないうちに文句を聞こうじゃないか。熊平という庭番は、疑い深い年寄りだった。と、騎兵は言った。 この世にあるもの、この世で起こることなど何一つ信じない。例えば今雨が降っていたとすると、その雨を信じない。現に自分の着物が濡れていても、それが雨の降ってる証拠だとは言えない、というんだ。話したいのはそのことかまあ、聞けよ。気平は言った。彼は自分の住んでいる小屋を信じない。湯のみを信じない。 池を信じないし、池の中で泳いでる恋を信じない。もちろん自分を信じないし、地面も、天も、太陽も月も信じない。すべてはただそうあるように見えるだけだと言うんだ。つまらない話じゃないか。と、石沢が言った。年を取ると偏屈になる人間は、どこにでもいるものだ。しかし、熊平のはただの偏屈じゃない。 何も信じないということは、彼にとって立派な信念だったんだ。ある時、梅林の脇にヒキガエルがいた。俺は熊平を呼んで、そのヒキガエルを見せたのさ。すると、熊平はそれをヒキガエルだと信じない。俺はそこで棒切れでもってヒキガエルの尻をつついてやった。ヒキガエルはもちろん、のそのそ歩きだし、俺は熊平に、どうだ、と聞いた。 お前の口真似をするわけではないが、と、石沢金之助が遮った。その引き返ると熊兵をちょっと片付けてくれ。お前がここへ来たのは俺に話すことがあるからだろう。その話というのを聞こうじゃないか。だから俺は今、騎兵は上目遣いに天井を見上げ、唇を舐めてひょいと片手を振った。 おい、余計なこと言うから話のつなぎが切れてしまった。冗談じゃねえ。えっと、酒が来たよ。と、石沢が言った。一口やったら思い出すだろう。岡屋が小女と禅を運んでき、騎兵はすぐに逆きを取った。小女を去り、岡屋は休時に座った。 坂月で三つ飲むまで、木平は頭をひねりながら考えている。石沢は岡谷に話しかけた。この家の隠居は弓の稽古を始めて、石沢と知り合いになったらしい。近い頃見えないがどうしたと、石沢が聞き、丈夫でピンピンしています。と、岡谷が答えた。ではもう弓をやめたのかな そうでしょう。何しろ秋っぽい人ですから。と答えながら岡谷は気平に釈をした。どうなさいましたの何をそんなに考え込んでいらっしゃるんですか引き返るだ。と石沢が言った。シゲの老食と引き返るを結びつけるために苦労してるんだ。であ、肝心なことだけを言おう。 貴兵平は未練がましい口ぶりで言った。熊平の話から持って行きたかったんだが。まあいい。問題はあの老人だ。茂野さんのことだろうな。俺はあのじじいだ。口をつつしめ。話が先だ。と貴兵平が言った。俺はこの土地へ来てもう94日になる。 まだ九十四日しかならないとも言えるが、この九十四日という日数を覚えておいてくれ。俺は国元で配下になった次長の仮面を継ぐためにこっち来た。と彼は続けた。次長の家を再興し、中老泉作左衛門の娘隅をめとる約束で、軍隊支配という役に就いた。泉家の娘ともたびたび会い、大いに気に入ってる。 おとなしそうだし、気量もいいし、妻にするには持ってこいの娘だと思う。妻も悪くない。し野ののじじいが自分の控え屋敷を開けてくれたのだそうだが、庭もかなり広いし、家の間取りも気が利いてる。家牧の二平夫妻もいい人間で、女房のこしらえる食事も尋常だ。役所の方もまず文句はない。 下役はよく働いてくれるし、軍隊たちにも反感を示したり、不服従な真似をするような者はいない。とにかく今まではそういう者はいなかった。これを要するに、代替として落ち着けるような条件が揃ってるし、俺も落ち着きたいと思っていた。本当に落ち着きたいと思っていたんだ。と、騎兵は念を押すように言った。ところがダメだ。 と、気兵は首を振った。今日まで我慢してきたが、あの重ゲのクソジジイにお手を挙げた。俺は辞職して江戸へ帰るぞ。帰れやしないさ。と、石沢が言った。お前はもう北島家の次男ではなく、杉永気兵なんだ。まあ、話してみろ。一体シゲさんがどうしたというんだ 俺を目の敵のように小づき回すんだ。養殖部屋へ呼びつけてどうなるこっちの役所へ来てどうなるこまけに住まいまで小言言いに押しかけてくるんだ。茂野さんは温厚な人だぞ。軍隊死配という欲は難しい。と、騎兵は酒をすすってから言った。それは説明するまでもないだろう。 この土地に長くいて、土地の事情に通じていなければなかなか務まらないものだ。ところが俺は江戸から来た人間だし、来てから94日にしかならない。二人の助役や、その他の下役たちに助けられて、どうやら事務に慣れ始めたところだ。茂の兵庫はもちろんそれを知ってるはずだ。しかも全く容赦しない。 役所に勤めざすとすぐから、どんな些細な誤りも見逃さず、子供でも叱るようにビシビシコーを言う。付け役の思い違いとか、下役たちの誤りまで全て俺の責任にして叱りつけるのだ。と、騎兵は言った。あんなひねくれた意地悪じじいは初めてだ。騎兵は唇を片方へぐっと曲げた。 あんなじじいを持ったせがれの面が見たいくらいだ。いや、と、石澤金之助が言った。重野さんには子供がないんだ。あの歳で子供がないって重野さんは家庭でも寂しいほど静かな人だし、謙遜で温厚な人だということは知らないものはない。これは少しも誇張のない事実だ。 ではどうして俺だけをこうひどく小づき立てるんだろう理由はいろいろあるだろう。と、石沢が言った。まずお前自身の工場だ。江戸屋敷で北島の次男といえば、乱暴と宝刀ぶりで第一に数えられていた。俺は七年前まで江戸屋敷にいたし、いとこ同士としてお前のことはよく知っている。だからお前がこっちへ来たとき、 くどく意見を言ったんだ。俺はそれを守ったつもりだぜ。それは認めてもいい。しかし、シ野さんは危ぶんでいるのかもしれない。物事は初めが肝心だというから、今のうちに閉めるところは閉めておこうというつもりかもしれないだろう。向こうにそんな気持ちもあれば、こっちに通じないはずはない。俺にだって人の気持ちを感じ取るくらいの能力はあるんだ。 もう一つの理由は、と、石沢は構わずに続けた。これは俺の想像だけれども、重野さんがお前を好いているということだ。なんだってあの温厚な人がそれほど厳しくするというのは、お前を好いているからではないか。そうだ。と、石沢は大きく頷いた。 単に過労と軍隊支配という関係なら、そんなに厳しく当たるわけがない。お前は今子供でも叱るようにと言ったが、重野さんはお前を好いているため、親が子供に厳しくするように厳しくするのではないか。それなら俺にもよくわかるが、お前にはそう思えないかそうだ。と、騎兵は顔を上げた。そう思えるか いや、違う。ようやく思い出したんだ。と、気平は首を振っていった。熊毛のことを持ち出したのは、そのことが言いたかったからだ。岡谷は酒を取りに立っていった。あの年寄りは何にも信じなかった。と、気平は続けた。俺も今は何も信じられない。たとえ、 死刑の老職の口から、お前を子供のように思っていると言われても、これは断じて信じないぞ。引き返るもかと言って石沢は笑った。だだっこみたいなことを言わないで、もう少し辛抱しろ。嫌でも辛抱しなくてはならない立場だが、いやいや辛抱するのでは何にもならない。この辺で腹を決めて、もし不当な小言だと思ったら、 シ野さんにはっきり言ってみろ。自分の責任でないと思ったら、それもはっきりさせるんだ。不平や不服のことを胸にしまっておかず、直に重野さんにぶつかってみろ。な。そのくらいの度胸がないことはないだろう。岡谷は酒を持ってきた。騎兵はまだ粉満が収まらないらしく、魚をつつき酒を飲みながら、なおブツブツ文句を言い続けたが、 石沢はもう相手にならず、半時ほどすると先に一人で帰っていった。石沢には聖之助という六歳の子供がいて、夕下は必ず一緒に食べる約束だし、それを破ると罰を食う、ということであった。くどいようだがやってみろ。と、石沢は帰るときに行った。眺めているだけでは笛の音もわからないからな。 気平は返事をしなかった。辛抱しろか。へっ。と、石沢が去ったとで気平は言った。江戸にいた頃はもっとキリッとしていたのに、わずか七年で嫌に収まっちまいやがった。へっ、田舎者めえ。石沢を送って戻った岡谷が、それを聞きつけて咎めた。 そんなことをおっしゃるものじゃありません。そんな悪口を言うなんて、あなたはいけない方よ。おいおい、お前までが意見をするのか。石沢様のおっしゃったことは本当なんです。と、岡谷は彼に釈をしてから言った。茂野様はあなたを我が家のように思っているっていうこと。あれは石沢様の当てついりょうではなく、 本当のことだと思うんです。でたらめなことを言うな。聞いてからおっしゃいますし。と、岡谷は言った。私、13から17の年まで、四義の様のお屋敷へ奉公に上がっていたんです。騎兵は口まで持っていた酒を止め、そのままで岡谷の顔を見守った。その頃、お屋敷には、義十郎といって、 茂野様の一人息子がいました。と、岡谷は続けた。私より五つ年上で、お得ぶりのいい神経質な方でしたが、十六七の頃から酒の味を覚え、まもなく悪い仲間ができて、女遊びや博打まで手を出すようになったんです。ちょっと待て、茂野には子がいないと言っていたぞ。 ええ。皆さんそうおっしゃいますわ。次の様に遠慮して、そんな方がいたことは口にする人もないでしょう。と、岡谷が言った。義十郎様は小さい時から体がお弱くて、何か気に入らないことがあるとか、ちょっとでも叱られたりするとすぐに引きつけを起こし、医者だ薬だという騒ぎになったそうです。何しろ結婚なすってから、 九年目とかに生まれた一人息子で、かわいさもかわいかったでしょうけれど、そういうわけで、うっかり叱ることもできない。わがままいっぱいに育ったんですね。道楽が始まったら、もう手もつけられない。お屋敷の金や品物を持ち出す。お茶屋に泊まって10日も帰らない。賭博場で喧嘩をするという始末で、とうとう重野の様も我慢が切れたのでしょう。 今から8年前に感動なすってしまいました。気兵は酒をすすり、空になった酒好をぼんやり眺めていた。それだけならまだいいのですが、と、岡谷はなお続けた。感動になってここを立ち抜くとき、突爆場で暴れて3人に怪我をさせ、中の1人は片輪になったということです。 感動した後のことですから、別にお高めの沙汰はありませんでしたけれど、シゲの様は大層心配なすって、その三人を訪ねてお詫びを言い、お金もたくさんお使いになって、半年ばかり閉じこもって謹慎をなさいましたわ。騎兵は酒を出し、岡屋が酌をすると黙って飲んでからふと顔を上げて聞いた。 その、義重という息子はどうした知りません。それっきり落とさたなしで、八年も経ったんですから、生きていて真人間になったら、とっくに帰っている自分でしょう。未だに帰らないとすると。酒がないぜ。と、騎兵が遮った。今度はちょっと熱くしてきてくれ。岡屋は立っていった。 すると随分辛い目にあったんだな。と、彼は口の中で呟いた。ただひにくれた意地悪じじいというだけじゃないかもしれないな。うん。そうじゃないかもしれない。それから少し間を置いて呟いた。一つ目を開いて見直してやろう。 医者嫌いな人間が悪い風にかかり、くしゃみと咳と熱で苦しみながら、癌として医者を呼ばず薬も飲まずにいる。そしてやがて我慢の角を折って、売薬などを飲むと不思議に病状の警戒することがある。これは治る時期が来ていたので、薬の代わりにぬかみそを飲んでも同じことであろう。次長騎兵が忍耐しきれなくなって、 いとこの石田は金之助に不平をぶちまけたのも、同じようにその状態の転換する時期が来たということ。しかもそれは単独ではなくて、二つのものが勝ち合う巡り合わせになった。という結果を伴っていたようであった。雪のいで飲んだ日から十日ほど後、上中の長老下で気平は石田は金之助に声をかけられた。 その後はどうだと、石沢が聞いた。辛抱ができそうかうん。騎兵は眩しそうな目つきをし、ちょっと口ごもった。まあ、大丈夫だろう。それからぽつりと言った。あの老人は気の毒な人らしいな。石沢はいぶかしそうに目を細め、 気兵は顔を背けながら、急ぎ足に去った。それは正月下旬のことであったが、2月に入って間もなく気兵は石沢家へ有限に呼ばれていった。泉住との集言が近づいていたので、その打ち合わせもあり、気兵は珍しく上機嫌に酔った。そのうちにふと彼は急に首を垂れながら、 かわいそうな人だ。と、つぶやいた。言葉は簡単であるが、心からにじみ出るような感情のこもった口ぶりで、石沢は思わず彼に振り向いた。そして、彼が誰のことを言ってるのか、すぐに理解した。おい、石田は。騎兵は顔を上げた。 江戸屋敷に時岡八郎兵という足軽がいたのを覚えてるか知らないな。ケさん。と、騎兵は石沢の妻に呼びかけた。酒をもう少し頼みます。ケは夫の顔を見た。石沢がうなずき、ケは立っていった。その時岡という足軽だが、 気兵は続けた。もう六十くらいの年寄りで、妻もいたし、せがれ夫婦もいて、貧乏なもんだから何かの内職をやっていたっけお前は庭番だの足軽だのと、妙な人間ばかり知ってるじゃないか。その年寄りが若い時、と気兵は構わずに続けた。もらって間もない女房が、 同輩の足軽と密通している現場を見つけた。八郎兵は怒った。まだ若かったし、新婚の妻に裏切られたのだから、五体が効いてしまうかと思われるほど絶望し、怒った。しかし彼は思案した。たとえここで二人を殺しても、自分の面目が立つわけではなし、死んでしまう二人には一瞬の苦痛しかない。 それよりも生かしておいて、じりじりと長い時間をかけ、自分の受けた絶望と苦しみを二人に返してやろう。と決心した。そこで、現場を見たぞ。という意味を二人に悟らせただけで、何もせずにほっておいた。一年経ち、二年経った。二人の関係はその一度だけだったらしく、 妻は哀れなほど従順に身を包んでいたし、相手の男はやがて出奔した。八郎兵衛は妻を許さなかった。けれども三年目に女の子が生まれ、一年おいて男の子が生まれた。私は今でも妻を許してはいません。と、八郎兵衛は俺に語った。気兵は言った。 娘は嫁にやりましたし、せがれにも妻子ができました。貧乏だけはどうにもなりませんが、まあまあ平穏無事に暮らしています。どうしてだと、俺は聞いてみた。殺そうと思ったほど憎み、今でも許せないというのに、それでなおこんなに長い間夫婦暮らしができるのかとね。 すると八郎兵衛は答えた。人間とはそういうもののようです。どんなに激しい憎みでも、憎むことだけでは生きてはゆかれない。愛情だけで生きることができないように、一つ感情だけで生き通すことはできないようです。石田は何か聞き返したように思い、騎兵は首を振った。 いや、俺は、と彼は言った。その年寄りのことが言いたいんじゃない。シ野さんが今どんな気持ちでいるか、服従に手の届く土地になって、感動した宝刀息子のことをどう考えているか、ということが言いたいんだ。石沢がまた義十郎のことで何か言った。よく聞き取れないので、 面倒臭く,くなり、もういい。義じなんか知ったことか。と言い返したが、そういう自分の声で目が覚めた。困った。酔いつぶれたな。そう思って頭を上げると、枕元に暗くした安闘があり、自分は寝巻きになってちゃんとヤグの中に寝ていた。確かに石沢と話してるつもりだったが、 いつか帰って寝たものらしい。話し終わってから帰ったのか、それとも酔ったので話し終わらずに帰り、夢の中で話し続けたものか。まだはっきりしない頭では、どちらとも区別がつかなかった。そんなに酔ったのかな彼は腹ばいになって水を飲もうとした。だらしのない奴だ。 そして、急に口をつぐんだ。勝手の方で人声がし、誰かドタバタ暴れる音と、イジろうだと、わめくのが聞こえた。夢の中で石田が言ったように思ったのは、実は勝手でわめいたその声だったのだろう。気平は、荒々しい物音とそのわめき声とではっきり目が覚めると同時に、何事が起こったかを悟り、 すぐに立ち上がって着替えをした。勝手では下木の二兵が一人の男と揉み合っていた。脇に置いてある手触の光で、騎兵はまずその男の様子を見た。歳は三十二三。痩せた貧相な顔に髭が伸び、酒焼きも伸びていた。揉み合っているうちに着崩れたものか、 しまめもわからないような古布の子の,の前がはだけ、平べったい胸やさらし木綿を巻いた腹があらわになっていた。俺がこの家の主だ。と、騎兵は呼びかけた。その方は何者だ男は家木を押し放した。主だってと、男が言った。嘘をつけ。これは俺の家だ。 これは、重之家の控え屋,屋敷。俺は重の義十郎だ。江戸の深川でこういう男と喧嘩をしたことがあった。三年か四年前、新大橋の田元のところだったな。と、騎兵は思った。何の話かわからないが、とにかく上がったらどうだ。と、騎兵が言った。二兵、通してやれ。 腰、旦那様。心配するな。と、喜兵は下僕に頷いた。俺は大丈夫だから、通してやれ。そして彼は寝前戻り、暗闘を持って客前へ入った。男は家の中を知ってる様子で、下僕の先になってやってき、床の間を背にしてあぐらをかいた。男の体から汗と赤と、 強い酒の匂いとが入り混じった、胸の悪くなるような臭さが漂ってき、我知らず、騎兵は顔をしかめた。はい。酒があるだろう。男は振り返って襖を閉めようとする下僕に行った。部屋でいいからあるだけ持ってこい。あるだけ持ってくるんだぞ。持ってきてやれ。 気兵が言った。魚はいるまい。酒好も大きいのがいいだろう。歌木は去った。話はわかるらしいな。男は汚い歯を見せて嘲笑した。俺様と同様、江戸では道楽者で通ったそうだから、野暮な人間じゃねえと思って。おめえのことはすっかり吟味済みだからな。 下手に格好つけよったって、無駄なこったぜ。要は何だと、気平が聞いた。せけないよ。今酒が来るんだろ男はボリボリ頭を変えた。もう一つ断っておくが、おめえ俺の目で大きな釣らしちゃいけねえぜ。おめえは俺の屋敷を取り、俺の稲付けまで横取りしたんだ。 いいけの方はまだこれからだろうが、噂によると祝言の日取りまで決まってるらしいからな。大きな面しちゃいけねえ。さもないと高いものにつくぜ。花木が酒どっくりと盆を持ってきた。盆の上には何かの佃煮と漬物の皿。それにワの二くらいある酒が載せてあり、木兵がうなずくのを見てから、 かぼくは去っていった。おめえはやらねえのかい男はすぐに酒きを取り、とっくりを持ってみながら言った。俺のような人間と飲むのを言おうか。今夜は少しやりすぎたんだ。いいから一人で飲んでくれ。大きなことを言うなえ。午後とっくりに七分目回りはしねえぜ。 男は杯きを置き、とっくりの口から直に飲んだ。喉の骨が上下に動き、喉でゴクゴクと音がした。悪かねえ。と言って、男は大きく息を吐いた。腹の焼けるときには冷やに限るってな。体の隅々まで染みとるぜ。 憎しみや怒りの中だけでは生きられない。と、気平は心の中で思った。時が経つうちには、どんなに深い憎悪も怒りも和らげられ、癒されていく。時岡八郎兵が現にその事実を見せてくれた。茂野さんもそうではないだろうか。六十歳近くになって養子も取らないのは、 いつか我が子が帰ってくる。少年が治り、侍らしい人間になって帰るだろう。そう思って待っているのではないか。感動した時の怒りや憎しみはすでに和らいで、ただ我が子の帰るのを待っているのではないだろうか。そう考えて八郎兵衛の話をしたのだが、そうだとすると間違いがなかった。これでは帰ってこない方がよかった。 気平は思った。俺がこんな人間になったのは、俺のせいじゃねえ。わかるかと、男は喋っていた。お、はい、聞いてるのかよ男はさっきから喋っていたのだ。聞いてる。と、気平は答えた。人間はな、 宇治より育ちっていう。男は手の甲で口を横なでにした。親の育て方次第で良くもなれば悪くもなるんだ。そうだろ。俺の親はなっちゃなかった。てめえたちには一粒慣れだから可愛くって大事な子だろ。まるで甘んぶのように甘く、わがままのし放題に育てた。 こ,こというのも腫れ物に触るような安兵式だ。そんな子って子供が満足に育つかってんだ。男は指でつくだ煮をつまみ、口へ放り込んで噛みながら、とっくりへ口を当てて飲んだ。グランのごとく、と、男は片手で胸を押さえた。ほら、こんな人間になった。牢屋の飯こそ食わねえが、 うすっとどういうなこともし、女を売り飛ばしたことも五度や六度じゃねえ。大阪では飛ばの出入りで人を二人殺めたことさえあるんだ。そして急に恋を潜め、騎兵の顔を覗きながら言った。おめえ、人を殺めるってことを知ってるか自慢されたのは初めてだ。と騎兵が言った。 もう用件を持ち出してもいいだろう。金五十両。と男が言った。あさっての朝までに都合してもらおう。どういう理由だこの屋敷と泉の娘の代金だ。と男は言った。俺はこの城下へ半月命に帰ったが、ここでもまた間違いはやらかして、 吹けなきゃならねえ。町にも居所がねえから、剣の社に隠れてるような始末だ。明後日の朝までに金五十両。それでおめえも厄介払いができる、安いもんだぜ。我ら時代として小粒一枚。それ以上はびた一文も嫌だ。小粒一枚、と一部か わら時代には多すぎるだろう。おいおい。男は片方の裾をまくって裸になって膝頭を叩いた。おめえ俺の言ったことを聞いていなかったのか俺は九寸五分の義獣といって、街道筋に人相がきの回ってる男だぜ。五十両手は急場だから負けたんだ。 さルきになれば百両、二百両でも取ってみせるぜ。面白いな。と、気兵が言った。できるなら取ってみろ。男の勘はきっとこわばり、唇が一文字になった。気兵は体の筋をゆめ、さあ来いと相手の目を見つめた。すると男は歯を出して笑い、裸の膝を叩いて、 負けたね。と言った。いい呼吸だ。負けたよ。男は卑屈に笑ってとっくりを取り、それを口へ持って行きながら言った。さすがに井戸育ち。本場で鍛えただけのことはあるぜ。とっくりの口から飲むと見えたが、いきなり市場を返してとっくりを投げつけ、騎兵が体をかわすところへ飛びかかった。 かなり酔ってるはずなのに、その動作は的確で素早かったし、飛びかかるとき右手で合い口が光った。騎兵は投げられるとっくりは見ずにその合い口を見、自分から仰向けに倒れながら突っ込んでくる相手の利き腕をつかみ足を跳ねた。男は騎兵の上で門取りを打ち、投げ飛ばされた勢いで障子の際まで滑っていった。跳ねを切る隙はあったのだろうが、あまり綺麗に決まってしまったので、ぼーっとしたらしい。 気がつく夜先に、騎兵が馬乗りになっていた。貴様は人間じゃねえ騎兵は合口をもぎ取って投げ、片手で男の首を押さえながら、片手で顔を殴りつけた。畜生に戻ったやつだ彼が殴るたびに男の頭が右へ左へと揺れ、唇が切れて血が出た。わかったよ。おめえは強いよ。 男はなだめるように言った。俺の負けだ。見てもねえからもうよそう。貴様などに物を言っても無駄だろうが、よく聞け。気兵は男の喉を押さえた手に力を加えながら言った。貴様は親が甘く育てたからこんな人間になったと言った。厳しく育てれば厳しすぎたと恨むだろう。ほ病者、び引きおはみんなそれだ。 自分で悪いことをしておきながら、その責任を人に負わせようとする。何より恥知らずな、汚らしい、卑劣な根性だ。男の顔はどす黒く膨れ、眼球が飛び出しそうになった。男の体から力が抜け、手足がだらっと畳の上で伸びた。騎兵は喉の手を緩め、もう一つ平手打ちをくれてから、 男を離して立ち上がった。怪我らわしい奴だと、騎兵は言った。出て行け男は喉をなでながら咳をし、仰向きに伸びたまま騎兵を見た。すると、と、男はしゃがれ声で言った。五十両はダメか出て行け 気平が言った。たった50両安いもんだかな。男は咳入り、喉を撫でながらゆっくりと起き直った。おーいって。喉仏が潰れるかと思った。おめえ、恐ろしく強いんだな。貴兵平は黙って立っていた。こうとは知らなかった。 どうやら相手を間違えたらしい。おめえなら話はわかると思ったんだが、ああ。と、男は寄避を見て、わざとらしく首をすくめた。そんなおっかねえ顔するなよ。足が震えて立てなくなるじゃねえか。今すぐに出て行くよ。男は掛け声をして立ち上がり、大げさによろめいてまた喉を撫でた。 しょうがねえ。もう運の月だ。男はため息をついていった。リタバタしても始まらねえから、親父の名を出すとしよう。騎兵は名を黙っていた。感動されても血は繋がってる。と、男は続けた。当藩の家老、死の兵庫の子だ。 義十郎だと素性を明かせば、まさか奴らも手は出せめえ。これからは茂の義十郎を看板に、大手を振って歩いてやるぜ。この城下のことはそれで済むかもしれない。だが街道筋に人相垣の回ってるという教場の方はどうだ人のこった心配しなさんな。へへへ。男はせせら笑った。 どうせ、いつかはお仕置きになる体だ。この土地でお縄に乗れば、親の名に箔がつく。泉の娘にも箔がつく。何しろ、子供自分からの言い名付けだったからな。おめえも嫁にも礼外があるぜ。気平は躊躇なく腹を決めた。貴様の勝ちだ。と、気平は言った。 兜を脱いだ。金は都合しよう。五十両だぜ。明後日の朝百、剣八万へ届けよう。ただし、金を受け取ったらその足でジョーカーを立ち退いてもらう。その約束ができるか。口約束でいいのか男はまた嘲笑した。 それとも、証文でも書こうか。約束も証文もいらない。立ち退くか立ち退かないかだ。金を見てからだな。男は周りを眺め回し、落ちてる合い口を拾った。じゃあ、明後日の朝、待ってるぜ。たもから鞘を出し、合い口を収めて懐を入れると、 汚い歯を出して笑ってみせ、痩せた肩を突き上げながら、勝手の方へ出て行った。気兵は立ったまま裏戸の開いて閉まる音を聞き、それから、二兵と歌木の名を呼んだ。家の中はしんとして答える声も物音も聞こえなかった。彼は安闘を持って寝前へ入った。 明る朝、気兵は過獄に向かって昨日のことを口外するなと固く命じて登場した。石沢に相談しようとも思わなかった。相談することはない。手段はたった一つなのだ。気兵は胸の中で怒りを育てた。怒りが少しでも軽くなったり、決心した気持ちが鈍ったりすることを恐れ、 絶えず義重郎の言葉や態度をこと細かに思い返していた。石沢の言ったことは本当だ。彼は下城しながらつぶやいた。茂野さんはこの育て方を後悔して、俺には必要以上に厳しくしたんだ。不器用な人だな。正直すぎて不器用な人だ。 育て方で人間の勝負が決まるなら、世の中に悪人なんか出やしないのに。うん。俺を好いているというのも本当らしい。多分俺があいつのようになることを恐れたんだろう。いい人だな。あんないい父親を持ちながら、と、また彼は呟いた。人でなしめ。 と言って、つばを吐いた。きれいに型をつけてやるぞ。その夜、騎兵は差し替えの刀を出して手入れをした。常の差し量は使いたくなかった。犬を切るより汚がらわしい。済んだらそのまま捨ててしまおう、と思っていた。過木に起こす時刻を告げ、彼はいつもより早く寝前へ入り、 何も考えずに熟睡した。翌朝、花木が知らせに来る前、気兵はもう起きて着替えをし、井戸端へ洗面に出た。東は知らんでいるが、辺りはまだ暗く、地面は霜で白く覆われていた。洗面が済むとすぐに、ちょっと歩いてくる。と言い、食事をせずに家を出かけた。 鶴ヶ丘までは約二十兆ある。町はまだほとんど眠っていたが、農村から車で野菜を運ぶ農夫たちが霧の中を近づいてきてはすれ違っていった。空が明るくなるにつれて霧が濃くなり、鶴ヶ丘の下まで行った時には丘の子立も見えなかった。八幡社へ行くには五十段の石段と、 その先は稲妻型になった坂道を登らなければならない。その左右は苔のついた崖で、わずかながらいつも水が湧き出ているため、石段は薄く氷に覆われてい、騎兵はそこで三度も滑った。おいしっかりしろと、三度目に彼は下打ちをした。だらしがねえぞ石段が終わって坂道になった。 勾配は緩やかであるが、赤土のその道は下柱が立っていて、浮いた土がセッタの裏に粘りつくため、歩くのにひどくお骨が折れた。はじめに左へ登り、次に右へ登る。その二曲がり曲がったところで、木兵はさっと刀へ手をやりながら立ち止まった。上から降りてくるものがあった。木重郎か そう思ったのだが、霧の中降りてきたのは、シゲの兵庫であった。騎兵は口を開き、兵庫がよろめくのを呆然と眺めていた。極めて短い時間だったろうが、兵庫の姿が夢の中で見る人のように感じられたのである。だがすぐに騎兵はそっちへ駆け上った。下柱のため、滑って膝をつき、立ち上がってまた膝をつき、 両手も泥まみれになった。兵庫は彼の見てる前で倒れ、低いうめき声を漏らした。二十尺にも足りない距離を、騎兵は泥まみれになりながら、ほとんど這うようにして登った。ごかろうと、彼はあえぎあえぎ、兵庫を覗き込んで呼びかけた。どうなさいました、ごかろうすませて。 兵庫が歯と歯の間から言った。俺は自分の手でやりたかった。人の手にかけたくはなかったのだ。騎兵はぎゅっと顔をしかめた。兵庫の体から血の匂いが立ち、見ると脇腹を押さえている手が赤く染まっていた。傷を見ましょう。と騎兵が言った。大丈夫。 深手ではない。と、兵庫がしっかりした声で言った。あの臆病者は、霧の中から飛び出してきて、いきなり刺した。深くはない。急所も外れている。馬鹿な奴が、俺だと分かったら、震え出して、人違いだと言った。血を止めなければいけません。 傷を見せてください。医者を呼ぶ方が早い。こうしているから、すまないが、馬場脇の有石を呼んできてくれ。一緒に、カゴも頼む。しかし、お一人で大丈夫ですか兵庫は微笑してみせた。次なが、二兵を叱ってはならんぞ。 彼は俺の申し付けを守っただけだ。いいか。やっぱりそうだったのかと思い、騎兵は、はい、と答えて立ち上がった。あの臆病者が、と、兵つが呟いた。震えながら、人違いだと言った。哀れな奴だ。 兵庫の固くつむった目尻から涙のこぼれ落ちるのを騎兵は見た。彼はすぐに顔を背けて滑りやすい道を降りていった。